こんにちは皆さん、高橋ダンです。えー、今日、まあ、アメリカのマーケットは、えー、またかなり下がりましたね。えー、しかも、まあ、今日、ダウが620点ぐらい下がりです。またです。えー、で、SP500 も2%、ナースダックも大体2%、えー。ですけど、ここで怖いのが、また、まあ、金曜日で、えー、金曜日の動きも大きいし、えー、それだけではなく、マーケットが終わってから、このアフターアワーですね、えー、先物がもっともっともっと下がり続けたんですね。えー、僕が見ていたことだと、まあ、ほんの、まあ、それほど でかくないんですけど、一応、先物の,の方が2.13%、2.2%なので、マーケットが閉まってから、またここ、下がり続けていたんですね、DAO なので。はい、あの今日は全体的に DAO は実はここ670点の下がりです。大きいですね、アメリカ株に対して。なので、ここに見て、ここを分析したいと思います。ここちょっと今日、今、めちゃくちゃな相場だと思います。えー、僕もこういうのあんまり見たことないですね。けどゲームストップが今日、また70%上がりましたよ。It's マン、ありがとう本当に、イッスイカカシノ。ここを見ても僕もクレイジーだと思いました。はい。また67%のも爆上げですよ、これ。なので、ここをいろいろ今日ビデオを出してるんですけど、一応ここをまとめてアメリカ株は来週どうなるのか。ここはあの 世界の株が実態、今、めちゃくちゃなのでどうなるのか、ここを解説していきたいと思います。新しい視聴者の皆さん、僕は元ウォルガの人間、元ヘッジファンの人間なので、詳しくはぜひ概要欄の方をご覧ください。ぜひ皆さん、これからもチャンネル登録をお願いします。ここは英語のチャンネル、それと今、今日、今見ているこの動画、ここは英語で通訳してますので、ぜひ皆さん、そこも概要欄のリンクを押して、ぜひ今そこを見て、英語チャンネルも登録してください。英語字幕もありますし、色のちょっと内容も少し違うので、ぜひ 損にはないいと思います全部無料なのでぜひ試してください。好きじゃなかったら再削除していいです。OK、えー、始めましょう。現時点今のタイムチェックここは、えー、ちょうどあの日本時間だと朝の6時50分ですね。えー、ここはアメリカ時間だとあすいません30日ですねで。ここはちょうどアメリカ時間だとここは、えー、午後の4時50分29日ということです。まあ、今日何が起こったのか。 ニュースめちゃくちゃあるので、ここはいろいろ別々ビデオを今日出したので、ぜひそこを見てください。ゲームストップがまた上がった。ロビン・ホッドに対しての提訴があった。えー、まあもうそころどころニュースばかりですね。ヘッジファンド業界がここはまたお金を儲けてる、下がってるとき、お金をなくしてるゲームストップが上がるとき、この戦争があるのだ。ここは貧富の格差の戦争だ。もういろんな記事ばかりで、まあこれはかなり面白いエンターテインメントだと思うけど、はっきり言ってこれはただ、 い,いわけだと思うただここは、えー、マーケットがここを見てちょっとなんか疑問を持ってこれは変だなぁと思い、えー、それらの相場の一人,人の世界の相場の、えー、投資家たちをオッケーここはちょっと変だなと思いただ売り圧力が今週、えー、出たと思いますでここをまあいろいろとマーケット幅広く見たいと思いますね、えー、今日も本当に変なことばかりが起こっていて例えばビットコインが上がっていた これはただね、イーロン・マスキのことですまあここはビデオしたのでぜひ見てください。え、で、ここを見ていると、ここ、ここはまた VIX、このボラティリティ指数のが今日また10%上がりました。え、ね、またまたここ33です。なのでかなり高いレベルまで上がりました。でここは、え、ここ VIX、割る VIX ですね。え、ここはあの VIX っていう、ここは、え、VIX、そもそも VIX、僕がいつも話している VIX、ここは恐怖指数ですね。え、SP500 の30日の未来のこの変動率、つまり恐怖指数ですね。まあここは 株価が下がるとき、大体変動率が上がるので。で、この VIX の 変動率。っていうのがここです。VVX。ここの分子にあるもの。でここを僕あの、新しい本でよく書いてるんですね。皆さん、え詳細に対してもっと詳しくしたらければ、え僕の新しい本を買ってください。カダカオの本です。概要欄の方にあります。ここを見ると、ここ、かなりでかく下がっていてえ、今日も見ると、今日もまたここ、ほんの少ししか下がるようになったんですね。下がったけど、すけどそんな大きく下がった。ここを見ると、まあ、ここの VVX、ワルク x ちょうど今真ん中辺なんですね。まだ下がれる部分はあるみたいです。ただ大きな下がりは、えー、見えませんね、はい。なぜかというと、これまだ、ね、あのコロナの前の時点までに戻っていないので、えー、僕から見ると、そうだね、なんかでかい30%の暴落は。 ないと思うなぜかというと、まだこれが戻ってないから、これがここ、この VX 割る VX がまあ7とか8ぐらいレベルだったらやばいと思うけど、戻っていないんです。まだ恐怖感はこの株式数にあると思います。株の中ではまだ恐怖があるから言うと、この VX が元に戻らなかったからね、一貫はこのコロナの後、戻ってないんですよ。よだから恐怖はまだ残っていると思いますので、その理由で、でかいでかい暴落はないそうに見えるけど、ここはもう少し分析をしていきたいと思います。例えば 例えばそうですね今日セクター的に見たいと思います。何がどういうふうに動いたのか。ドルがほとんど今日動いてなかったね。面白いですね。ドル円がここ、わって上がっていて、ここもブレイクしそうだと思いますので、ね、ここはまあドル円のビルを今日やったので、ぜひ皆さん見てください。えー、ここはもう逆語とかいくと思います、えー。それ以外だとドル面白いのは今日ドルユーロがほとんど動いてなかった。ドル円、ドルフランク、ドルポンド、ドルスイスクローナ全部が上がっていたので、だけどドルユーロがほとんど動いてない。だから今日ドルがかなり安定している。 だからこそ、ここはビットコインに対して上がりやすかったかと思いますね。ドルがすごく、なんていうか、めちゃくちゃ上がっていたら、全体的に上がっていたら、ビットコインは上がりにくいです。そこでネガティブに動いているから、あの逆に動いていますから、逆変動です。それと、一応国債の中では、 少しだけ今日上がっていましたね。うん。まあなんかでかい上がりではないけど、ほんの少しの上がりだと思いました。はい。えー、まあここは上がり続けていますけど、今日面白かったね。株式市が大体ここ、株が下がるときは、これも大体下がるんですね。なぜかというと、大体ここは債券が買われるんです。なのでここ、だけどこれ、ちょっとだけほとんど動いてなかったんですね。これ普通上に上がるんです。なのでここが面白いと思いましたね。ここ債券の世界があんまり動いてないというのは、多分ポジションが今はもう、 かなり軽い、それともヘビーのどっちかだと思いますね。えー、それと、貴金属も見ると、まあ、少し今日があった、まあ。金は今日上がっていましたね。えー、金の方も新しく書いてます。僕はアフターコロナに対して金は最強の投資だとまだ思っているので、えー、ここから金の時代、今年は金の年だと思うので、ぜひ皆さん、新しい金の方も予約したかったら、えー、概要欄の方で見てください。あと3週間ぐらいでこれ出ますね。はい、あ、2週間半かな。貴、うんえー、金属も、<laughs> シルバーの方がかなり上がってたね。面白いね。ここ、わって急に。 えーなんか。 か買い上げてたなでもちょっと怪しいね、これ。え、プラチナがほとんど上がってなったので、シリバーだけが上がるのはちょっと怪しいですね。これちょっともうめちゃくちゃですね。なんか全然え普通相関してるものが今日は相関してないですよね。えー、すごくめちゃくちゃだと僕は思います。あの、普通金と銀は一緒に動く。まあ今日本当動いてるんだけど、金、銀、プラチナほとんど一緒に動くんですね。でも今日は銀だけがめちゃくちゃ上がって、他のほとんど動いていないんです。えー、で、ここもまあドルの方でもドル、 ドル円とドルヨーロがここ反対方向、しかもビットコインが上がっているのにあの、まあ、ドルが上がっている。これは本当,本当に変ですね。それともちろんここ、原因がほとんど動いていない。 It's so weird. なんでこれなんだこれダウ、ね、が670点下がるとき、大体原油も下がるのにたったの0.3%しか下がってないということです。えーまあ、あの農業商品の方ではここはあんまり大きな動きがなかったですね、まあえー。ここは小麦とか砂糖の方は少し強かったですけど、それ以外はほとんど今日下がりです。はいえー、なのでここをまそうです、ね、うんマクロ的に見てみると世界の株価は少し まあ世界の株価というか、世界の相場はめちゃくちゃに今日は見えまして、ね、いろんな変こなことが起こっています。えー、もちろん、ここはゲームストップ、まあ、ここも変こでクレイジーだと思いますね。これもこれほど上がっていて、まあ、あとこのバトルが続いていますね。えー、ここは個人投資家がまた <laughs> 買っていたみたいに見えますね。えー、これだけではなく、AMC とか、ここもクレイジーな株価で一緒に動いていますね。大体ここは、この2つを一緒に動いています。これも50%今日また上がりました。同じ 人たちががここここ上がっているようにに見えますす本当にここ危ないですね僕が見ていたここ空売り比率ここをやっと見つけたんですね。ねこれ本当に今アップデートされている空売り比率によると、えー、まだゲームストップはまだ高いみたいですね。ねここまあ数日前なんですけど、えー、でいろんなこの名前が出てくるんです。えー、なのでまこういう名前に対してもレジットの世界で特に出来高が低いところでここ攻撃して脅しして上げようとして操作しようとしている人こういうまあ団体とかいろいろいるので 本当にこれはちょっとややこしくてめちゃくちゃな相場だと思うんで、えー、なんかあんまり投資はしたくないという感じは分、えー、かる感じがします。で、今日セクター的にも見ても、あのーまあ、なんか特に大きな売り圧力があったところは見えなかったんですね。はい。今日なんかセクターいろいろ見ていて、一、まあ、つだけちょっと懸念を持っていたのは、 半導体だけど、それ以外エネルギーもかなり下がっていた、だけどまあなんか特にでかいボリュームだったわけではないんですよね。なので今日見ていて、なんかすごいでかいボリュームっていうところがなかったんだよねこれ全体的な指数がいろんなところで売られていたと思うのでなんか幅広く今日は売られていたような感じがします。 これこそがちょっと危ないと思うね。あの一つのセクターではない。ここがなぜそうかというと、例えばここはテクを見ると、まあ、ここはあの特に9月の,ここの下落のとき、まあ、10%ぐらい下がった時ここはまあハイテクが理由だったんですね。ハイテクのここの方でものすごいでかいボリュームがあって、ここが売り圧力があったんです。でここが元に戻ってマーケット戻った。でこの時はまは選挙ですね、大統領選挙に対してここもまたマーケットが7%下がった。今回はハイテクではなく、まあ、なんか全体的な マーケットに見えますねうん でなんかまだすごい売り圧力にはなってないんだけど、一応売り圧力が出ているということです。なので、セクター的に何かが一つこれだっていうのはないんですね。で、あの最後に一応僕の意見を言いたいと思いますね。まあ、ここからどうするべきか、まあ、月曜日に備えて、それと来週に備えて何をするべきなのか。いつもの通り、皆さん、投資は自己責任で自己判断をお願いします。僕のここの一応動画とチャンネルは、まあ、魚を与えるより、ここは魚を釣るやり方を教えるということなので、ぜひ自己判断、自己責任 お願いしますそうだね、日あの,今日あのメル・リンチのレポートを読んでたんだけど、あメル・リンチ、あ元メル・リンチ、今、ごごえー、とバンク・アブ・メリカなんだけど、ここを見ていて、アメリカの今、住宅指数、やっとこれ、初めてリーマンのところに戻ったんですね、今。 ちょっとこれは課題評価の印の一つかなとは思った。それとあの、ここはバンクアメリカのこの EPS モテルの1株当たりの利益、このモテルはだいたい先行指数なので、今までかなり当たってきたので、これも下がる傾向に見えますね。はい、これが下がるとなると、これは株式市場も下がる影響になると思う。ここは特に2017年のことで同じことが起こったんですね、2017年のとき、はい。これは株価と連動します。 それ以外はも、ここ、中小株に対してのフローが今日、もっとすごいでかいです。これはもうバブルの印の一つと多分思っている人たちがいっぱいいる。株価をずっと長年見てきた僕みたいな人、えー、まあ自分に傲慢で言ってないんだけど、株式中をずっとまあ10年とか20年見てきた人から見ると、これはもうめちゃくちゃの相場なので、それを見ると売りたくなるという気持ちはわかります。これも僕も見て、 ちょっと買いたいという気持ちは出ません。ちょっと不安な気持ちが出ます。これはんだこれと思うね。特にあの今起こっているレディットの世界、ここはどう見てもバブルの印だと思うね。お金がいろいろ集まって、一緒にみんな団結して、ここを襲って、ここを攻撃して、なんかここはビットコインか、どこかのおかすごいお金、稼いだお金で、ここをぶつけてるみたいですね。攻撃してるみたいなので。なんで、ここを見ると、ここはマーケットに対しての安定性には ないマーケットは安定の世界で上がりやすいんです。これは安定ではないです。なので、こういうようなめちゃくちゃの相場では、僕のおすすめはここは短期的に気をつけるべきだと思いますね。もちろん、こういうようなクレイジーな株価はもう避けてくださいあの。買いたいかもしれません。すごい、あのこれを見てあ、僕も私もこれできるというなんか誘惑がすごいですね。でも、ちょっと forget about it, it 50。50%稼ぐかも、それとも50%なくすかも。 どうするの破綻したら。そしたらもう取引できなくなるよ。このロスっていうのは、損っていうのは、利益と違うんですね。損っていうのはダメージが2倍、3倍ぐらいあるんです。感情の部分があるそれと取引ができなくなるっていうところもあるんです。投資もできなくなるということもあるので、こういうギャンブルはもう避けるのがいいです。ギャンブルのは ギャンブルしなくても随分大きく投資して利益が出ます。ウォーレン・バフェット見てください。彼なんかギャンブルしてません。なので、そこを実現的に見て、まあ、僕の、えー、ここは、あのそうですね、おすすめは、j just be careful ねあの。来週に対しては be careful 今はちょっとだけ現金を増やして、ここの対しての、まあ、長期的に部分はここは少し今、普通よりよく多くちょっと現金を増やして、金とか、まあ、ここは国債の方をもう少し持って、ここをいつも普通60だ だったら50に縮小する普通50だったら40に縮小するというのが、まあ、あなたの老後式に対してここを少しだけ縮めるのがいいかもね。もう少し安定するまで待つと思います。まあ、すごいでかい30%下落はないと思うけど、一応。 備えてて様子を見てみるとと思いいまますす今日もありがとうございます皆さん、今日の内容好きだったら是非、ぜひ概要欄の方の英語チャンネルも登録してみてください。同じ内容を、まあ、少し変わってるんですけど、英語の方でもやってるので、受動字幕もつけながら英語を勉強して、そこも見て、英語チャンネルも登録してください。今日も皆さん、お疲れ様です。